みんないなくなっちゃった。なんだ、つまんないや。楽しそうな遊びをしているわね、デイジ。そうでもないよ。また一人置いていかれたんだ。みんな嫌いだよ。そうやっていつも遊んでくれないじゃん。一夜も。まあまあ、そうすねないで。夢の中の夢へ招待したのは私だわ。ちゃんと理由があるのよ。ちゃんとね。誰が一番に戻ってくるかしら。ね、デイジ。俺も行く。え？みんなと一緒がいい。ああ。ダメ。ダメじゃないわ。全然。いいのよ。でも、寂しいから、必ず帰ってきてね。すぐによ。一番に。ちゅくすぐったいよ、ティンク。わかった。行ってくるね。ごめんね、レイジ。あのクマ、売り切れちゃってたみたいなの。もうないんだって。レイジが一夜にあげた子で最後だって。え？でも、じゃじゃーん！猫のぬいぐるみ。これも可愛いと思わない？猫。同じクマのぬいぐるみ、買ってくれるって言ったのに。どうどう？気に入らない？母さん、一番可愛い顔の子を厳選したんだから。ありがとう、母さん。俺、猫も好きだよ。よかった。でも、お兄ちゃん、いつも一夜に譲らなくてもいいんだからね。本当に大事なものは自分のだからあげられないって言わなくちゃ。うん。でも、だったら今はお兄ちゃんって呼ばないでほしかった。はい、ゴール。見てた？今の俺のシュート。くっそー。次、一夜マークな。へへ、できるなら止めてみろよ。行くぞー。一夜はいいな。いつも友達に囲まれてて楽しそう。明るくて、みんなの中心にいて。なのに、俺みたいなのを追いかけて、好きでいてくれる。いい子で。俺も、みんなと遊びたいな。なんて。おーい、バスケットコート取れたぞ。けど一人足りなくね？バスケできねえじゃん。げ、あいつ今日塾か。あ、時と一緒にバスケやらない？俺、時とは弟見ててやらなきゃいけないんだろ。ああ、そっか。じゃあダメだな、悪い。あ、でも。お前らバスケやんの？お、ナイスタイミング。一人足りなかったんだ。お前入れよ。うん、やるやる。一夜は、弟は大丈夫だよ。あ、でも俺、下手だけど、いっかな。次誘われたら、ちゃんと言おうって決めてたんだけどな。うまくいかないや。帰ろうかな。嫌だ。帰りたくない。俺はまだ帰らないよ。まだ終わらないで。こ
この夢の中でずっと遊んでいたいんだ。みんなと、俺と遊ぼうよ。ずっとずっと。いいでしょう。じゃあさ、追いかけてよ。逃げる俺の体に触れたら、俺からお願いしてあげる。リンクは友達だからね。だるまさんが転んだ。